こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。スピードアップが売り上げアップへの近道。興味を持つ人が10万人いたとします。このうち始める人は1000人。続ける人は10人す。素直に素早く行動する人は1人。始めるだけで100分の1の確率。続けるのはさらに100分の1なんで。 一万分の一の人。で、スピード感があれば、十万分の一の人になれると。一万分の一や十万分の一の人が成長市場で稼げないわけがないオーストラーアマゾン、続けていれば稼げますが、スピード感のない人が多いのも事実。もっとスピードアップすれば、もっと稼げます。 スピードアップの一番の近道は、個別サポートを受けて、私のアドバイスを即実践することです。次の3つの売上実績は、すべて個別サポートを受けている会社の実績です。飲食店のオーナーの副業でね、ね月間8万2000ドルですという報告いただいたんですけど、まあ、年焼を聞いたらね、去年の年商は98万ドルでしたというお話です。もう年商1億円はもうすぐ。もう 副業というよりこうなるともう一つの柱というかね、もしかしたら外貨を稼いでるし利益率もいいんでね、こっちが本業じゃないかなというような売り上げになりましたで。また別の会員さんは、まあ、こちらも、ね、年賞1億円はもうすぐなんですけど、もともとね、アメリカアマゾンやっていた方で、アメリカアマゾンでもまだまだ稼げてるというか、売り上げ伸びてるんでね、アメリカアマゾン中心にやってます。4万七千ドル。今ね、US ドルは150円弱なんでね、 まあこちらももう年収1億はもうすぐと。あんまりすごい実績ばかりだとね、えー、関係なさそうだなと思われてるとなんなんで、まあ、サラリーマンの副業で毎月20万以上の安定収入を受けて,る得ている会員さんもいます。まあ、この方はね、えー、年末で1万5000ドル超えましたという報告ですけど、まあ、忙しかったりね、あんまりいじれない時は1万ドルを割り込む売り上げの時もあります。 まあただ、この3人ともね、共通しているのは、いずれも個別サポートを受けていただいて、素直に実践していただいていると。わかんないことがあれば、まあ自分で調べたりする。時間がもったいないので私に聞いてくださいと言って、その通りね、聞いていただいてますし、アドバイスをすれば、それを即実行していただいてます。まあもし、ね、個別サポート受けてるけど、まだ売り上げ1万ドルね、全然いってないという場合はね、もっともっと個別サポートで、 え、有効活用してね、え、いろいろ相談して、あるいは報告して、アドバイスを即実行してください。また、個別サポートを受けていない、ね、あるいは以前受けてたけどやめちゃったという会社はね、十分な売り上げがあってもいいや、満足してると言うんであれば、まあ、それは大変結構なことで私も嬉しいんですけど、そうでなくてね、今一つ売上伸びない、利益が伸びない、ね、えー、時間が取れないという場合はね、個別サポートへのアップグレードをお勧めします。 アップグレード分以上のね、えー、満足度、あるいはね、利益アップはね、必ず得ていただけるという自信がありますんで、まずはね、アップグレードを検討している場合は、えー、スカイプの方で今何やってるのか聞かせていただいてね、私のアドバイスを、こういうアドバイスをしようと思いますと、実践すればこうなりますという話をしてからね、アップグレードするかしないか決めていただいて結構ですんで、気になる方、まず、 え、アップグレード検討中ですというチャットワーク、あるいはメールをください。お待ちしてます。a m a z o n サポーター、堀秀夫でした。